エントリーナンバー7番、北海道東北ブロック、北海道、花火作家斉藤陽平、テーマピリカノンノ、美しき花。それでは花火作家斉藤陽平より解説いたします。ではどうぞ。皆さんこんばんは。北海道旭川から来ました海岡県の斉藤と申します。今回の作品ピリカノンノは、北海道の先住民であるアイヌ民族の方々の言葉で、美しい花、綺麗な花といった意味の、言葉です。一度咲いた花は散ってしまうんですが、もう一度咲き誇って、生命のあふれる力強さや美しさを表現してみました。どうぞご覧ください。